ただいま。帰り。もう、あんたこれお昼だろ、これお昼食べた茶碗だろ。ああ、もう夕方よ。え、もうお昼食べた茶碗ぐらい持っていけ。もう持っていくって後で言いません。ほら、うーん、言いませんって。もうなんだあんた、昼食べた皿もこのままあって水つけていこうよ。もうはよ、臭いわマジで。もう、あ、もう洗ってそのままで、もうなんでお昼食べたのがまだ夕方まで置いとったね。ちょっとおかん。なんで？これ洗うのはええけど。うん。洗ったやつここ置けませんけど。置けんならそこ拭けばよかろ。拭いてから片付けてから洗って置けばよかった。俺が食べたやつちゃうもんこれ。あのさ。お？俺が食べたやつちゃうって。お母さんはいつもね、自分が食べたの以外も洗いよっとよ。ねえ。あんたたちの服とかね、自分が着てない服も洗いよっとた。いやいやいや、でも。なんで自分は やってる。自分の食べたものだけ洗うとか。自分食べてないとか。綺麗にしてここ。俺洗っとくから。はぁ、もう、腹立つね。腹立つちゃうよ。やってんのか、これ。はい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 。あ、すいません。水出しすぎないようにしてください。ちょっとだけ。出しすぎです。あと、拭いたの直すんで。ずれてください。こつこ。やってんの。はぁ、言わないで。はい、もうこれスペースありますから。ね、置いたらじゃあ。あとは拭い取ってください、拭くまで。ほんと、なんでお母さんばっかせなるとか。拭いたら直しとってよ。はあ、ここまでやがる。チャンネル登録よろしくね。